24クラブを超える27クラブの誘致が現在内定しております。実施クラブについて発表いたします。資料の次のページをご覧ください。発表させていただきます。 FC 東京、ベガルタ仙台、横浜 F マリノス、サガン鳥栖、ガンバ大阪、浦和レッズ、川崎フロンターレ、北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、ヴィッセル神戸、ビファーレン長崎、ジェフユナイテッド市原千葉、大宮アルディージャ、ファジアーノ岡山。FC 町田ゼルビア、水戸ホーリーホップ、京都サンガ FC、東京ヴェルディ、バンラーレ橋本、以上が J リーグ、19クラブになります。この中で FC 町田ゼルビアが初の沖縄キャンプ実施、ファジアの岡山が8年ぶりの沖縄キャンプとなります。次に、韓国 K リーグから幹事 FC が初の沖縄キャンプとなります。なでしこリーグからは昨年に続きアイナック神戸、そして初実施となるのがチフレ AS エルフェン埼玉になります。また女子の海外からは元なでしこ日本代表の田中アスナ選手が所属しているキョンジュ韓国水力原子力蹴球団がやってきます。次ですね、昨年に続いて岐阜経済大学、帝京大学のサッカー部、また帝京平成大学の女子サッカー部も、実施します。育成年代におかれましては、中国の広州富力アンダー16もキャンプを行います。以上27チームが現在沖縄キャンプを予定しているクラブとなります。今年はヴィッセル神戸さんが同じ楽天グループであります東北楽天ゴールデンイーグルスがキャンプを行う金町で初めてキャンプを行います。野球の楽天イーグルスさんと同じ時期にキャンプを行い、楽天タウンという形で隣同士のグラウンドでプロ野球のキャンプとサッカーキャンプが共に盛り上がればとの相談を受けて、ヴィッセルさん、イーグルスさん、金町さん、そして同じく金町でキャンプをすでに実施している浦和レッズさんとも相談をさせていただきながら今回のキャンプ実現となりました。これを機会にぜひ野球ファンの方にもサッカーキャンプを楽しんでいただければと思っております。 J クラブ同士のトレーニングマッチはもちろん、海外クラブを交え我々沖縄エスパーや FC 琉球さんなど地元のクラブとのトレーニングマッチも数試合予定されております。大学や育成年代のチームなどに昨年に続きさまざまなカテゴリーのクラブがやってきますので、トレーニングマッチを開催することにより多くの方々に見て喜んでもらえるのはもちろん、沖縄サッカー界のさまざまなカテゴリークラブのレベルアップに少しでもつながっていければと思っています。各チームのキャンプ実施場所におきましてはご覧のページと次の5ページを参考にしていただければと思います。また現在キャンプ参加が予定されている沖縄県出身選手についても6ページ、7ページに記載されています。ご参考してください。次少し飛びますが資料の16ページをご覧ください。今年もキャンプ公式サイトにおいてキャンプ情報、トレーニングマッチ情報は随時更新していきます。本日の午後5時ごろをめどにキャンプサイトも更新予定ですので、よろしくお願いします。次のページ、